皆の者、こんにちはじゃ。こんにちは。さあこれより我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞を取り行う。その前に所注意、我猿はっ。さあ皆の衆、一旦の周りを見渡してほしい。小さな子が埋もれておらんか後ろの方、もしおったらも前に出してあげてほしいんじゃ。前に出してあげてほしいんだの。みんなが気持ちよく見られるように協力をしてほしいという願いだ。これそちらの方もよろしいかの。一度周りを見渡してほしいんだ。お、後ろの方に小さなお子がおるの。ちょっと前に出してあげてほしいの。わかるかの。どうじゃ。協力あるやつさんじゃ。さあ続いての注意点は、今立っておる者たちを前から順に座るのじゃ。この後演舞が始まれば、順に誘われて多くの者たちがやってまいる。その時に人垣ができてはな。さあこれも強くなってまいったな。なるべく座ってほしいということなんじゃな。さあこちら側も、もう一晩が座れるかの。そうじゃ、お主らもな。こちら側も、しかりじゃ。どうしても立っておりたいちゅう者は、一番後ろに回る。その他の者たちに、前の場所を明け渡してやるのじゃ。そうじゃの。さあ、前方中央はまだまだ空いておるぞ。座れる者は、前に出てくるのじゃ。そして、前に入りやすいように、みなしもな、協力をいたす。どうぞと。前に出やすいように環境を作るようにいたす。なすれば皆が心地よい環境が相手のであろう。おう、じゃあそうじゃ。おっ、異国からやっていないと思う。多いということで当てれるものではないのか。Ladies and gents coming from overseasPlease have your seat. Sit down on the ground if you can. In that way, we are more happy so that we can have more people to certainly, clearly look at our performance. So please have your seat. You understand?拍手されるとだいぶ恥ずかしい。やめろ。さあ僕は前に、そして座る者は皆しも座り、信長殿整い申してございます。さあ我ら名古屋おもてなし武将隊の物の姿、そして生きた証を存分に楽しむのじゃ。参るぞ、いざ出陣。さあ皆様、改めましてこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。拙者名古屋おもてなし武将隊陣笠隊の正右衛門でございます。夏にございます。武将の方々を助けするため、つつやらの戦を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今から我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞でございます。はい、さようにございます。はい、さあここで皆様に一つ質問なんですけども、我ら名古屋おもてなし武将隊のことを初めて見たよという方いらっしゃいますかな。初めて見たよ。おー、おー、
ださりましたね、はい、ありがとうございます。すごいですな。はい、じゃあですね、こたびの演舞を見ていただいて我らのことを知ってくださりませ。はい、ではですね、この我らの演舞ご覧いただくにあたりまして、いくつかお約束事をさせてくださりませ。はい、まず一つ目、武将様が舞を回れている最中には手拍子を、かっこよく決まったら拍手をお願いいたします。はい、武将様がより引き出しますからな。はい、お願いいたします。そして写真撮影はご自由にどうぞ。かっこよく撮れたものはどんどん拡散してくださりませ。名古屋城で名古屋武将隊、おもてなし武将隊の演舞タイムですな。名古屋おもてなし武将隊でございます。こちらのものを入れていただきますと、ちょっと我らがほっこりいたします。よろしくお願いいたします、はい、そしてそして声を出すときには皆様で一緒にお願いいたします。皆様の度胸が試されます。はい、名古屋城で名古屋おもてなし武将隊じゃん。はい、後ろの方切れましたけどもね、このように大きな声でこちらの方も言うていただけるとありがたいんですが、はい、この演舞の中でも皆様と共に大きな声出してまいりたいと思っております。どのように大きな声を出すかと言いますと、演舞の中で勝ち時というものを挙げてまいります。こちらは戦勝祈願、勝ち戦を願うものでございまして、はい、武将様の皆の者、勝ち時じゃそれの号令に続きまして、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと拳を上げるものでございます。こちらをやって皆様と共に演舞盛り上げてまいろうと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、じゃあ皆様、それでは拙者の勝ち時じゃそれの声続いてみたびお願いいたします。お願いいたします。皆様、右手の拳のご準備お願いいたします。さあ、お願いいたしますね。演舞の前に一度練習をしてまいります。はい、まいります。はい、皆の者、勝ち時じゃそれ、えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー。ありがとうございます。演舞の最中にも今のように元気よくお願いいたします。お願いいたします。さあ、我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前のよみがえりし物の集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。世は大変なる、この暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。殿様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ、ゆえ方々は蘇る。次郎三郎、ここはどこに？三つ様にございます。ここは桶狭間。違います。ここは三方ヶ原。違います。ある。ここは長島。違います。ここは関ヶ原。違います。ではどこじゃ？日の本の国、平成の世の合戦場にございます。ではでは、皆の者、シャツは神社。おWe'll be right back.
最後の最後に全国を制覇した天下人、徳川家康。道を行くがことし、急ぐべからず。三つ葉の葵が主らを導か、大井名古屋海部の徳川家康。はあ、この挨拶で百姓から天下人へ、民に愛されし戦国一の出世頭、豊臣秀吉。あれ見なし手振ってちゃー、あいらいらず、ほーいるの綺麗じゃな、こんだけ人があるとの手振るといるが綺麗じゃと、俺手振ってちゃー、俺は虫らも、はーい、ありがとう。覚悟ーうわっ、いやっういよういういどうだ虫らじゃあ、来たおいどえりあいで持ってちょうだよ、このわしを見てんじょ、生まれた身分なんて関係ないがね、皆の衆、わしとどえりあい目にお前戦国一の出世頭、わしが太閤豊臣秀吉じゃ。はぁ、見るな曲げるな、その思いは尽きることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た、苛烈に波動を全うした天下人、織田信長。我が欲を持ってこの世を平らげる、わしが第六天魔王織田信長で、皆の者名乗りを上げよ、我ら名古屋おもてなし武将隊今ここに蘇る。はあ、考えることのなかった天下風、それがわしの夢だ、あれから400年、また夢叶えるためによみがえってやったわ。なあ、猿。その通りにございます。わしは信長様に夢を引き継ぎ、この国を整えたんだよ。どう家康殿。さようにございます。天の縁、あまり聞いたことがなかろう。わしが作った言葉じゃ。武器を捨てて大変です。我に名の衆、今の時代はどうじゃ。結構、この時代もその青春は続いておる。ですが、今もまさに戦国、太平になれど、皆様も苦しい戦をよく戦っておられると聞いております。故に、我らの話を聞け。戦国の世の我らが、どう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。は、長篠の戦いにござります。であるか、皆の者、しかとその目に焼き付けよう。武田軍は失った領地である三河の最掌握を目指す。そして三河の国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8000と武田軍1万5000とが激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、豊臣秀吉の巻。誰だ。はこたびの武田軍を抑え込むはず、
あっぱれ。お褒めであつかり、ありがたき幸せ。撤退する武田軍の殲滅もお前に任せる。敵の数はすでに半分以下、もや戦を失われておりますぞ。であるな。あんなふぬけども、おっといても害はありますまい。ある。わしが聞きたいのは返事だけである。はっ、橋場秀吉、武田軍の殲滅に参ります。夏、諸衛門、すぐに出陣いたすぞ。はっ。よろしいのですか。何が。退却する敵に追い打ちをかけるなど。それが戦じゃ。わしが断ったとて、まだだか家康がやらねばならぬ。それに、わしは出世ができなくな。こう立てれば、それだけ地位が上がる。地位のために、人を殺めるのですか。夏、きついこと言ってくれるの。失礼いたしますわ。いや、夏の言う通りじゃ。地位のために人を殺めるか。秀吉様は築城や様々な分野にその才を発揮なさっております。そうしたことでこれからも功を立てればよろしいのではないでしょうか。戦仕事はみんな同じじゃ。城を作っても広報で戦の準備をしても、結果としては人の命を奪うことになる。直接この手を汚すことと何も変わりはないがね。おつろございまする。それでもなぜ戦場に出るか分かるか。分かりませぬ。私も人を生かすためじゃ。信長様は時にご無体なことをおっしゃる。じゃがそれは戦のないゆえの一番の近道じゃがね。早う戦のない世を作って農民が米作りに集中できるようにせりゃいかんでな。わしはこの手を汚したこと一生忘れん。秀吉様、辛くても暗い顔しちゃいかんでね。わしらはずっと先の日の本のことを考えなければいかん。わしらが頑張ればこの先日の本に生きる者は我いるんだがね。ええな。はあ、参るぞ。足場秀吉、義を持って武田軍の殲滅にいたーす。あー、青山衆、名古屋署へようこそ。我ら名古屋おもてなし武将隊は現世によみがえり史上皆に寄り添って生きていきたいと考え、それこそが縁の演武の心じゃ。共に手を取る、生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ちだけをあげよう。はあ、名古屋と、そしてここに集まりし皆々の幸せを願って勝ちだけや。それエイエイオーエイエイオー。我らはここによみがえる。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だが我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜もうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、はい。
さあ皆様、帰ってはダメですぞ。サイバーカーで、サイバーカーですね。今みたいにね、シュエモンさんみたいにこう、この隠し駅が取れんなっていうね、面白いことが起こったりします。はい、皆様、これも帰ったら見れませんからね。はい、そう、そして皆様、本日はなんと服部半蔵忍者隊の皆様が来てくださっております。いいよー。サイバーカーで、ね、この演舞をね、お届けしたいと思うんですけどもね。そう、皆様、拍手していただいたのかと思いますけども、一度ね、拍手の練習してまいりましょうか。いいですかね、手拍子の練習。足の 1,2,1,2 の声に合わせてお願いいたします。さあ皆様、両手のご準備お願いいたします。ですか、参ります。そうね、そのまま拍手。教えてあげてくださいませ。これは盛り上がる時ですよって分かりますね。はい、これ、あ、決まりました、かっこよかったです。そうですね、このやっぱりこのアクションはすごいですから、忍者隊の皆様は。ショイモンさんよりもっとかっこいいです。そうですね、もっとかっこいいのでね。はい、忍者隊の皆様はですね、なんとあの後ろ向きにくるって回ったりとかもされますので、なかなか名古屋城でくるってできる人おらんですよ。見つめたんだ今。優しい皆様、ありがとうございます。早すぎて見えなかったですかね、皆様。見えておりますね。はい、おかしいんですよ、こう帰ったらこのまま着地のはずなんですよね、あれね。今後ろ向きになっておりましたよ。おっ、これ後ろ向きですよ、これ。いやいやいや、見えましたよね、皆様は。あれですか、半回転ひねりとかいうやつですか。違う違う違う、もう3回転ぐらいでしょ。 見えました、皆さん。3回転いたしましたからね。おかしいな。いや大丈夫ですよ、あのもうおかしい正右衛門さん以外はですね、面白いちゃんとしたものがこの名古屋城内溢れとりますのでね。最近は、ね、あそこ後ろ見てみたら分かりますね、紅葉も始まってまいったんですよ。あ、そうですね。そうなんです、この名古屋城ですね、あの天守閣ももちろん見ものでございます。しかしながら、春には桜が咲き、秋には紅葉がとっても綺麗な場所で有名なんです。はい、紅葉見に行こうよって言ってね。はい、ネタがとても素敵ですね。ネタで分かりやすくていいですね。はい、まあそのまま紅葉見に行くのもいいですけど、やっぱり、はい、演舞がね、皆様。そうなんです、白山忍者隊の演舞がございますからね、皆様。はい、それではお待たせいたしました、今からは服部半蔵忍者隊の皆様の登場です。どうぞ。いや、ちょっと、すいません。ようこそおいでくださりました。我々はですね、尾張のあきんどでございまする。我ら尾張あきんど隊の名産品食パン会にようこそおいでくださいました。ようこそ。いや、わしはちょっと動いただけでスノボに立ってみます。そうですな。いやいやいや、本日ご紹介したい、名産品がございまするの、それは手羽先でございまする。知っとるか、手羽先。手羽先知っとるもの。ありがとうさんでございます。さあ、手羽先どんな形？こういうやつ。そう、こういうやつ。こういうやつだぞ。こういうやつ。では、こういう形のこれくらい大きな手羽先を10個セットで10万円で。こういうやつだ。さあ、買うか、おるし、どうじゃ。高い、はい、高いと申しております。ちょっと、はい、ちょっと待って。あ、なんか、そんなものを見に来たのではないという顔しておるぞ。いや、そうじゃな、本当じゃな。即売会に来たのではないのか、主たち。ああ、高いか、ちょっと10万高いか。ああ、現実的だと思ったんじゃけどな、結構でかいしな。ああ、じゃあ尋ねるけども、本日は今日、何をしに参ったんじゃ、お主らは。あ、なんか聞こえる。ああ、聞こえる。あ、徳川家康と、服部半蔵忍者隊を見に来た。ガチなことを一緒に。あの辺にいらっしゃった、今この辺に。どうじゃ、わしらはな、どっからどう見ても、あきんどじゃからな。ほら、見とってみ、行くぞ。ああ、じゃ
ゃあ見た、もう見とってみ、ほら、いやどうするアキンでおるか。ああ隠れ身の術、隠れろ隠れろ、失礼いたした。ああこんなことしたら我らが忍者とバレてしまいますな。そうじゃ、我らが忍者とバレるのは一番いかんことじゃ。ああ、バレてしまっては仕方ない忍者なり。忍者とはこの装束にて生活するにあらず、町人、ゴム僧など変装を巧みに操り、これ七方での術なり。Ninjas are always dressed in their distinctive black costume. Sometimes are merchants, sometimes are traveling priests. They are masters of disguiseThis quick change technique is known as Shichi Hode, or Seven Disguise of Ninjas. 戦乱の陰に忍ぶものある。その技、心中越え、徳川を260年の繁栄へと導く。The superhuman skills of ninjas made possible the glorious 260 reign of the Tokugawa Shogunate. Ninjas worked behind battle scenes as shadows.苦難好奇時代を耐え忍ぶ我らの元へ今蘇る。 Life can be tough even today. It's time for us to come back alive. 人は彼らを供養、服部半蔵忍者隊と。 We are called 服部半蔵 and the ninjas.We'll be right back.
あそこごとくドラムの形を伸ばせ水蓮参ります。影から影へ飛ばされた時、いつなき道を駆け抜ける。空飛びろ月影。拙者が喋れば見るのは幸せじゃ。白道の東京の三平、心で戦い心で踊る、心身ともに炎の形、我こそ炎の道だ。闇を愛し定めをする果てに反動さあ。そしていいねをよろしくお願いいたします。そうですな、うん、では以上にございます。ハンド様、最後にお言葉を。我らこれからも全力で愛知の魅力を伝えてまいる。皆の衆、これからも応援よろしくお願いいたします。さあ、これから我々服部半蔵忍者隊と、さあお待ちかねでございまする写真撮影のお時間なんじゃけども、ここでお呼びいたしたいと思います。名古屋おもてなし部招待の皆様じゃ、改めて拍手。はい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 、いやー忍んでおったね。さすがじゃね。さあ、これよりは我々名古屋おもてなし武将隊と、そして服部半蔵忍者隊の写真撮影を取り行いたいということなんだけども、まあここにてチートばかり、やはり二人のゆかりの深い、次郎三郎家康が一言物申したいと言ってちょ。さあ、我ら名古屋おもてなし武将隊が一員の徳川次郎三郎家康であるが、今年の8月より発足いたした、先ほども説明があったが、愛知は武将のふるさとということでの、こういったことを全世界に発信するべく、徳川家康と服部半蔵忍者隊なのであるが、なぜかわしの方につかず豊臣秀吉殿の方におるのはどういうことじゃ。栄えておる殿様間違えておるぞ。徳川家康はここじゃ。集まってまいれ。さあということでな、一言、まあこの者はな、なかなか声を発する機会はないが、一言だけ服部半蔵正成や、一言。
拙者愛を知る服部半蔵、よろしくお願いいたします。ぎこちないがな、今の知り合いその他の者たちと共にな、忍者隊を発足し、そして結成、まだ間もないが、今後ともよろしゅう。そう、そして我ら名古屋おもてなし美少隊は、織田信長公を筆頭に、我らこの名古屋にゆかりのある三英傑や、その他前田利家殿や前田慶次郎とします、そして加藤清正、その他足軽陣合隊の正右衛門、和之助、東間に夏となやめよる10名にて世界一の観光都市を目指しておる。そんな中、名古屋は綺麗な街ということで、ああいったゴミもな、さっと拾えるような名古屋おもてなし武将隊である。さあ、ということで、これよりはどうせの他のせっかく皆が集まったところじゃ、写真撮影会と行こうではないか。まず名古屋おもてなし武将隊から三武将、織田信長公、豊臣秀吉公、わしと徳川家康が列を作る。そしてもう一本、この日は特別にこの秋からは服部半蔵忍者隊の忍者列を作るがゆえにな、写真撮影を撮りたいちゅうものはな、一人一列のみじゃ。ゆえにな、複数回撮れるわけではないゆえな、熟慮いたせ。では列の作り方を説明いたす。まず立っておる者たちよ、じいとばか後ろに下がってくれるか。さすれば空間ができ。